皆様、お疲れ様です。ヤンバルクイナの庭へお越しいただきありがとうございます。コメージさー、昨日、正確には今日乃木坂46の選抜発表があったわけだが、なかなか驚きの隠せない発表だったね。そうだね、画像ではこんな感じになって、いきなりから入ったばっかりの5期生の誰かをセンターに起用するのだからね。まず体型から見ていくと、1列目からを、5、8人の18人で前作から3人減ったな。卒業するメンバーが多かったとはいえ、結構減らしたなって感じだったわ。初選抜は既存のメンバーでいくと3列目右から2人目の柴田優奈ちゃんのみだったよ。そうだね、もう運営は選抜メンバーを外せなくなっているね。それかどうしても入れたくないメンバーがいるとか。そして何よりも衝撃的なのが、5期生のセンター抜擢。新人でいきなり開幕戦で4番を打った後藤剛俊ゴメスとか。西武時代はゴメスついていないぞ。高卒新人捕手で開幕戦スタメンの住谷銀次郎とか、開幕投手の則本貴弘、高野光みたいな感じかな。野球に置き換えるとそうなるな。新人がセンターを務めるのは乃木坂では恒例のことなのでこれに関しては異論はないのだが、今回の起用はやはりいくらなんでも早すぎないかというのが率直な感想だわ。2月の頭から順次発表されていたばかりで、そこから約2週間。まだ、お見立て会もやっていないし、発表されていない3人もいるのにね。次の30枚目の方がキリがいいし。そして、そんな5期生のセンターの周りをセンター経験者の5人で固め、その脇にキャプテンと副キャプテンで固めている感じだな。新人を徹底的にサポートしていく体制だね。なお、番組中ではセンターは発表せず46時間テレビ内で発表となったぜ。運営は地上波よりも様子での方に比重を置き始めたのかもしれんな。まあ、そういうことで主も予想していこうと思うぜ。まずは井上凪さん。ここまでの待遇とか見ていると、運営が最も期待しているような扱いで、世間でもセンターの起用を一番望まれているように思うわ。今のところ人気では一番のようだね。次に菅原さつきさん。これはただ主が今のところ5期生の一番手なだけだが、あとは1月の時点でセンターを務めるというリーク情報があった中西アルノさんあたりでしょう。リークってどこの情報だ？どこかのまとめサイトのコメント欄に書いてあったらしい。そんなん当てになるのかな。3、4期の時とは違ってただ一人の起用ということもあり、選ばれたメンバーは、その重圧がものすごいことになりそうだな。もしかしたら一人に絞るんじゃなくて、何人かの持ち回り式かもな。それはないと思うぜ、運営は各期でエースを作りたいわけだからな。何派ともあれ決まったことだから、我々一ファンとしては応援していくしかないわけだな。そうだな。本日の動画はここで終了いたします。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。